塩川哲也君。以上。塩川君。日本共産党の塩川哲也です。質問します。最初に内閣府に確認しますけれども、地域経済活性化支援機構は、まあ、今後の活動についてファンド運営業務にて、地域経済牽引事業を支援の対象の中心に置くと説明をしております。これは安倍政権が進める未来投資戦略2017において機構の役割を地域経済牽引事業について地域経済活性化支援機構などを活用したリスクマネー供給促進を図ると位置づけたことによるもので、まあ、地域経済牽引事業、まあ、稼ぐ力のある個別の企業へ支援を特化をする、まあ、地域未来投資促進法を推し進める、まあ、そういう中で行われるものと承知しますが、よろしいですか。内閣府三井地域経済活性化支援機構担当室室長。お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、未来投資戦略2017におきましては、地域金融館と地域経済活性化支援機構との共同運営ファンドからのエクイティ資金の供給やハンズオン支援、機構から地域金融機関への専門家派遣を通じたナウハウの移転、浸透、日本人材機構の活用による人材支援との取り組みの強化について、機構の機能発揮が期待されております。それから地域未来投資促進法におきましては、地域経済牽引事業を促進する観点から、国、地方公共団体や中小企業基盤整備機構と地域経済活性化支援機構との連携及び協力について規定がされているところでございます。なお、その昨年12月におきましては、経済産業省におきまして、地域経済牽引事業の担い手の候補として、地域未来牽引企業2148社が選定されているところでございますけど、そのうち13社はすでにこのレビックが運営するファンドからの投資先でございまして、まあ、こういうことも踏まえまして、しっかり機構としては関係機関と連携協力しまして、地域経済牽引事業の促進に貢献してまいりたいと存じます。塩川君。地域経済牽引事業を促進するということでの話がありました。経産省ですかね、地域未来投資促進法に基づく、埼玉県鶴ヶ島ジャンクション基本計画というのがあります。まあ、この基本計画において、まあ、その特に当該区域の産業構造の特徴における、まあ、自動車関連産業についてはどのように記載をしているでしょうか。経済産業省田川政策統括調整官。お答えをいたします。ご質問ございました埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域、基本計画の中での自動車関連産業の記載でございますけれども、この中では自動車関連産業のティア1からティア3まで幅広く裾野産業が立地し、製造業出荷額等では輸送用機械器具製造業が約 29% を占めているでございますとか、本区域には大手自動車メーカーとその傘下の取引企業等の輸送機械器具製造業が集積しているなどの記載がされているところでございます。塩川君。埼玉県の方で今段取りしてますこの埼玉県鶴ヶ島ジャンクション基本計画っていうのは、埼玉県西部地域になりまして、そこには非常に自動車産業の集積があるということで、この自動車産業の集積がある埼玉県西部地域において、その集積の核となっているのがホンダの狭山工場であります。でしかしながらこの狭山工場が閉鎖をすると発表されたことに、地元では大きなショックが広がっております。昨年の10月4日、この狭山工場の閉鎖計画を発表したホンダは、2021年までに狭山の完成車工場をより工場に移管をする。狭山工場の今後については、地元の皆さんとどのように活用するのがよいか、2021年に向けて議論していきたい。我々の事業計画を含みながら展開していきたいなどとしております。しかしながら、それ以上の話が全く聞こえてこないんですね。昨年10月の記者発表以降、ホンダはこの中身について何の説明もしてないと承知をしているわけですけれども、大変大きな地域への経済においても果たしている役割は大きいですし、雇用でも大きな役割を果たしているわけです。こういった
本田狭山工場の閉鎖計画について経産省厚労省はどのように把握しておられますか。経済産業省上田大臣官房審議官。お答え申し上げます。ホンダがですね、埼玉県の狭山と寄居にあります完成車工場をですね、2021年度をですね目途に寄居工場に集約する旨、昨年10月に、発表したということは承知をしているところでございます。電動化でありますとか自動運転といったですね、新技術の急速な進展等により自動車産業がですね大転換期にですね直面する中、日本のですね生産機能のですね強化のために最新の技術機能を備える、生産機能を備えるですね完成車工場に機能を集約していくということだという具合に理解をしております。ホンダによればですね狭山工場の従業員は寄居工場を中心にですね移動をですねしていただいてですねこれまで培ってきた生産ノウハウを最大限生かすということでございます。またこれまでですね創業の理解を得てきた地元自治体とですね対応しながら対応を進めているという具合に聞いております。いずれにしましてもですね雇用や地域経済へのですね影響につきましては引き続きですねその状況をしっかりと注視してまいりたいという具合に考えております。厚生労働省小林大臣官房審議官。お答え申し上げます。従業員の方現在約4600人ほどいらっしゃるというふうに承知をしております。で会社の方の方針といたしましては集約をされる寄居工場を中心に移動を行うというふうに聞いておるところでございますが、ご家庭の事情等によって転勤できない従業員の方等を含め雇用への影響につきまして管轄が埼玉労働局でございますがそちらの方で情報収集を行っておるところでございます。石岡君。経産省に確認しますけれどもその寄居工場においてね今お話があったように電動化とか自動運転とか、そういうのは分かるんですけれどもいや狭山工場の方どうするんだということについて何にも説明がないのおかしいんじゃないかと思うんですがその点はどうですか。経産省上田大臣官房審議官。答え申し上げます。ホンダの方もですねこれまでにですね、これまでの操業を理解を得てきた地元自治体と、しっかり対話をしながらですね、対応を進めているという具合に聞いておりますしホンダの方からもですねこの雇用やですね地域経済への影響を最小限に抑えるようにですね対応を図っているという具合に聞いておりますので、その引き続きですねその状況をしっかり注視をしていきたいという具合に思っております。塩川君。いやだからねその説明は全くないんですよ。それおかしいと言わざるを得ません。従業員は寄居工場を中心に移動するという話がありましたし、厚労省の方は転勤できない従業員のこととか、そういうの点での懸念もあるという、情報収集の話もありました。で会社は4600人の雇用を守ると言いますけれども同じ埼玉県内でも41キロも離れているのがこの寄居工場です。みんな行けるとは限らないと、寄居にそもそも受け入れるだけの仕事があるのかとか寄居までは遠くて通えないという声も寄せられておりますし、その寄居工場を中心にと言われていますので会社は鈴鹿製作所の従業員を増やす予定とも説明をしており、三重県への移動もあると、こんなことになれば子育てや介護のことなどを考えると、とても心配であります。機関従業員の雇用は守られるのか、数百社に上る下請け関連企業の仕事と雇用は大丈夫なのか、最寄りの新狭山駅前のホテル利用者の9割はホンダ関係者だとお聞きしました。地域の商店飲食店はどうなるのか、ホンダに土地を貸している地権者の方も大きな影響が予想されます。その地域と共に生きるというのがホンダの経営方針だったはずであります。厚労省に質問しますが、大量離職者が発生する可能性があり雇用調整の規模が大きく地域経済に対する影響の程度が甚大である場合には雇用対策本部を設置するとしています。雇用対策本部を設置する考えはありませんか。厚労省小林大臣官房審議官。
お答え申し上げます。雇用対策本部でございますけれども、雇用調整の規模が大きく地域経済雇用への影響が懸念される場合に、自治体あるいは関係団体と連携しながら再就職支援を行うために、まあ、必要に応じて設置をしておるものでございます。本件でございますが、必要がもちろんございますすれば雇用対策本部を設置するということになってくるわけでございますが、現時点におきましては必要な情報収集を行っておる段階でございます。いずれにいたしましても地方公共団体等と連携をしながら地域におけるその雇用の維持安定のために必要となる支援というのを機動的に行っていくようにしてまいりたいというふうに思います。塩川君、まあ、雇用に影響が出ないのは当然いいわけで、そういうことこそ我々本題に求めますけれども、今言ったように4600人の雇用に影響が出るという問題があるんだから、それに対してどう構えるのかというのは厚労省として当然のことじゃないですか。こういうことについてしっかりやるべきだということを申し上げたい。で、大臣にお尋ねをいたします。今やり取りしましたように、ホンダの狭山工場閉鎖というのが雇用や地域経済に大きな影響がある、この点について、ホンダの方は4600人の雇用は守ると言いながらも実際に移動が可能なのかという心配の声もありますし、地域経済どうなるかということについては表の話は何も出てこないわけですよね。こういった労働者や取引先や地元自治体、地域住民にきちんと説明するというのはホンダが果たすべき最低限の責任であって、その説明責任が果たされていないと。大臣、このホンダの企業としての社会的責任問われてるんじゃないでしょうか。茂木大臣。事実関係につきましては、経済産業省、まあ、そしてまた、厚生労働省の方から、答弁させていただいた、まあ、ところでありますが、個別企業の、まあ、経営判断につきまして、私の立場でコメントすることは控えたいと思います。塩川君。いやいやいや、茂木大臣は経済産業大臣のときにホンダのお話をされてましたよね。で、ホンダより工場もマザー工場として新たに建設をするということでお話もされておられました。まさに個別企業の話をされてたわけですから、そのマザー工場をよりに作ったのはいいけれども、今度はその狭山工場の方を閉鎖するって話ですから、こういった問題について一企業の話であっても大きな社会的責任を持つホンダのこういう工場の閉鎖計画について大臣としてのしっかりとした所感をお聞きしたいと思うのは当然じゃないでしょうか。改めて茂木大臣。当時ですね、日本の企業、まあ、グローバル展開をする中でですね、まあ、本来そのマザー工場として、まあ、日本に行って持っていた、まあ、工場がですねかなり老朽化をして、まあ、業界ではマザー工場ではなくてグランドマザー工場だと、こんなふうに呼ばれる状況が生まれる中で新規投資をすると、やはり日本にですね基幹となるような工場を作るということは業界全体としても日本経済全体としても、望ましいことであると、そういう文脈の中で申し上げたわけでありまして、ホンダがどうしている、日産がどうしている、トヨタがどうすべきだ、こういう文脈では申し上げておりません。塩川君。いや、あの時のやり取りっていうのは、そのホンダの寄り工場の話を私がしたときに一旦作り始めたものを止めたんですと大臣おっしゃって、でところが安倍政権になって新しいアベノミクスの下で国内も変わっていくということで世界の中心になるようなマザー工場もホンダも作るようになってきた、アベノミクスの成果だっていうことを言ってるんですよね。マザー工場を作ったらアベノミクスの成果で、じゃあ狭山工場閉鎖っていうのはアベノミクスの結果じゃないんですか。こういうことについて、閉鎖の問題についてどんな影響があるのかについて当然大臣としての所感があってしかるべきじゃないですか。茂木大臣。私議事録見ておりませんが、まあ、当時の、まあ、記憶でお話を申し上げてますが、全体の文脈として申し上げると、私が先ほど言ったようにですね、まあ、日本に基幹の工場ができていく、こういう状況は望ましいことだ、こういう文脈の中で申し上げていると思います。塩川君。ホンダは2006年に寄居工場建設計画を明らかにしたときに狭山工場を最新鋭の生産拠点にリノベーションすると発表もしていたわけです。で、その話はどこに行っちゃったんだと。ホンダはこの間売上収益を増やし続けて、まあ、内部留保も積みまして、まあ、その額は、まあ、国内でトヨタ、三菱、UFJ、NTT について第4位、7兆4800億円となっています。
まあ、黒字経営のホンダがなぜ狭山の完成車工場を閉鎖しなければならないのか、まあ、中国など外国で儲けるから国内の工場は閉鎖するなどというのでは納得いかないわけで、まあ、多国籍企業の利益と国民地域経済の利益がもう一致しなくなっていると、そういう中での多国籍企業への利益を優先するようなアベノミクスの在り方そのものが問われているということを申し上げておきたい。まあ、大企業の雇用と地域経済の社会的責任を棚上げにし、産業集積産地振興を投げ捨てているのが安倍政権の地域産業政策の実態だということを指摘をして質問を終わります。これにて本案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入ります。討論の申し出がありますのでこれを許します。委員長、塩川哲也君。私は日本共産党を代表して株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に対し反対の討論を行います。地域経済活性化支援機構は2009年に株式会社企業再生支援機構法に基づき株式会社企業再生支援機構として設立され、その後2013年に現行の機構に改組されました。企業再生支援機構は事業再生を行う民間事業者に収支支援を行うことを業務とするもので、我が党は本来再生事業者や金融機関が負うべきリスクを税金によって肩代わりするものだと批判し設置に反対しました。実際に再生機構が支援した日本航空等の再建においては、機構の目的に雇用の安定等に配慮との規定があるにもかかわらず、従業員の不当解雇や不当労働行為を行うなどの問題を引き起こしています。2013年に株式会社地域経済活性化支援機構法によって機構が改組され、地域経済活性化に資する事業活動支援が追加されました。その後2014年にはファンド運営業務の範囲が拡大されるなど、金融機関等が負うべきリスクを税金によって肩代わりする危険を高めてきました。本法案は税金を原資とする出資によって特定企業を支援し、金融機関が負うべきリスクを肩代わりする機構の業務である事業再生支援事業、地域活性化ファンドの運営事業等を延長するものです。特に内閣府は機構の今後の活動についてファンド運営業務にて地域経済経営事業を支援の対象の中心に置くと説明しています。これは安倍政権の未来投資戦略において機構の役割を地域経済経営事業について地域経済活性化支援機構などを利用したリスクマネー供給促進を図ると位置づけたことによるもので、地域経済経営事業稼ぐ力のある個別の企業へ支援を特化する地域未来投資促進法を推し進めるものです。機構は地域経済活性化という名目で稼ぐ力のある特定個別の企業に税金を原資として出資投資しています。こうした業務は金融機関投資機関が行えばよいことで、政府出資保証を受けている機構が延長して行う業務ではありません。以上、本法案に対し反対を表明し討論を終わります。